はいどうもゆうちゃんねのゆみです。突然ですが皆さん、何か変わったことに気づきませんか？そう、髪の毛が減りました。いや、減ったんちゃうわ、切りました。はい、というわけでね、すっかり桜も満開で春になったということで、すっきりね髪の毛を切ってきました。とは言ってもね、こっち側はまだまあまあもさもさあるんですけど、そんなことはどうでもいいですね。というわけで今日は声優でまたまた気になるものを発見したので紹介しようと思います。それがこちら、究極のつけ麺。はい、というわけでこちら日清食品の商品なんですけども、いやー勝負に出ましたね。究極のつけ麺って言っちゃってますからね。一応ちっちゃく書いてますけど、こうつけ麺の達人シリーズなんですね。で、新商品なのかと思ったんですけど、調べてみたらね、実はもう去年の3月から発売されてました。てっきりね新商品なのかなと思ったんですけど、全然知りませんでしたね。発売されて1周年だからなのかな。なんかね、また結構店頭に出てましたね。もうね、所狭しと歌い文句が書かれてるんですけど、超極太麺、超濃厚だれ、圧倒的なボリューム、まあいろいろ書いてるんですけど、確かにでもね、圧倒的なボリュームわかりますね。めちゃめちゃずっしりきます。まあ、それもそのはずね、一食麺がね 200g も入っているってことで、味だけじゃなくね、ボリュームも抜群だぞっていうことで、まあ裏を見るとね、日清が追求したつけ麺究極の味と、まあいろいろ説明書きがあるんですけど、まあ食ってみりゃわかるっしょってことで、こちらの究極のつけ麺食べていこうと思いまーす。はい、というわけでちゃらっとね麺を茹でて持ってくるつもりだったんですが、さすがね超極太麺というだけあってね、茹で時間がなんと10分。いやー、なかなか本格的に太麺なんですね。というわけでね、茹でてる間にちょっとね中身でも説明しようかなと思います。はい、こちらですね。もうちょっと封は開けちゃってるので、中身を見ていきましょう。まずは麺ですよね。で、液体タレ。そして、魚粉が入ってました。タレは濃厚豚骨スープに5種類の魚介の旨味を加えた超濃厚つけタレと書いてあるんですけど、まあいわゆる豚骨と魚介のダブルスープってやつですね。まあ魚粉も入ってるんで、どれだけね、究極の味なのか楽しみですね。というわけで、麺が上がるまでもう少々お待ちください。はい、というわけで完成しました。いやー、めっちゃくちゃ美味しそうですよ。でね、やっぱね、太麺ですわ。つけだれもね、確かに濃厚そうですね。美味しそう。そして今日ももちろんトッピングを用意してあります。はい、こちら王道のトッピングですね。ネギ、メンマ、そしてこちら手作りの煮卵とチャーシューも作っちゃいましょう。今回はね、僕が作りました。煮卵とチャーシューはね、以前このゆみチャンネルでもね、作り方を紹介したので、まあそこそこ前の動画になるんですけど、もし気になる方はね、ぜひチェックしてみてください。なんか久々に見るとね、今とテンションが全然違くてね、ちょっと恥ずかしいんですよね。というわけで早速食べていきましょう。いただきます。それじゃあまずね、何もトッピングしないで麺だけいってみましょう。結構ね、今までスーパーとかで売ってるね、チルドのつけ麺食べてきましたけど、間違いなく一番美味しい。一番美味しいし、あのね、もう完全にお店の味ですね。これはすごいわ。どことは言わないんですけど、あの店に今いるわーっていう感覚にね、陥りますね、これ。わー、めちゃくちゃ美味しいな、これ。じゃあせっかくなんでね、トッピングもしていきましょうか。まずネギを全部ドサッと入れちゃいます。そしたらメンマも全部いっちゃおうかな。煮卵もドーン。そしてチャーシュー、いやー見てください、これ美味しそうだと思いませんか。まず1枚ね、ドボンと入れていきましょう。それじゃあここからはね、トッピングも楽しみながら食べていきましょう。トッピングが入るとね、また全然味が変わりますよね。うまい。今ね、ネギとメンマを絡ませて食べたんですけどね、うまいね。
チャーシューもいっちゃいます。ぶっちゃけね、そんな手の込んだ作り方してなくて、もう炊飯器でね、ちゃたっと作ってるチャーシューなんですけど、めちゃくちゃ美味しい。煮卵も割ってみましょうか。煮卵はね、今回チャーシューの煮汁にね、24時間ぐらい漬け込みました。まあ、本当は半日ぐらいでいいかなと思ったんですけどね、気づいたら24時間経っちゃってました。それでは、パッカーン。おー、めちゃくちゃトロトロやー。どうです?この見た目。超美味しそう。ではでは。うわー、超味しみてる。あー、最高。チャーシュー。最高すぎる。自画自賛しちゃいますけど、チャーシューも煮卵もね、お店クオリティでめっちゃ美味しいです。はい、というわけで、あっという間に最後の一口です。いただきます。ごちそうさまでした。はい、というわけで今日は日清食品さんから出ている究極のつけ麺食べてみたんですけども、マジでお店クオリティ超美味しかった。でね、商品の袋にも書いてあったんですけど、つけ麺ってね、つけだれに最後お湯とかを入れてね、スープ割りして飲むんですけど、麺にね、タレ絡ませすぎてもうほとんどないので、今回はスープ割りはしません。いや、美味しくてね、ついつい麺にね、タレ絡ませすぎましたね。スープ割りしたかったな。まあでもね、それだけ美味しいつけ麺だったってことが伝わったんじゃないかと思います。皆さんもね、もしスーパーとかで見かけたらね、ぜひ買ってみてください。めちゃくちゃ美味しいですよ。はい、というわけで今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またねー。